皆さん、こんにちは。今までは負けても仕方ないと思ってた平野美宇選手は、日本卓球界を代表する選手として国内外でその名を知られています。山梨県出身の23歳は、3歳の頃に母親が指導する教室で卓球の道を歩み始めました。彼女のプレースタイルは超高速と形容され、この速さは彼女の最大の武器となっています。幼少期からその才能は注目され、13歳で伊藤美誠選手と組んだドイツオープンの女子ダブルスでは、史上最年少でワールドツアーを制覇するという快挙を成し遂げました。特に2017年のアジア選手権女子シングルスでの優勝は、日本卓球界にとって大きな節目となりました。この大会で中国のトップ選手を次々と破り、日本勢として10大会ぶりの優勝を果たしたことは、卓球界全体に大きな衝撃を与えました。しかし、平野選手の道のりは常に平坦なものではありませんでした。相手選手からの研究が進み、その速さを封じ込められる場面も少なくありませんでした。しかし、平野選手はこの挑戦を乗り越え、速さだけでなく緩急をつけた攻撃を身につけるなど、自らのプレースタイルを進化させてきました。そして去年7月には、世界ランキング1位の中国選手孫穎莎選手から白星を挙げる快挙を成し遂げました。この勝利は平野選手自身の能力だけでなく、彼女がこれまでに乗り越えてきた困難を象徴するものであり、パリオリンピックに向けた選考大会でもポイントを積み重ねる原動力となりました。伊藤美誠選手との熾烈な代表争いを勝ち抜き、初めてシングルスでの代表内定を確実にしたことは、平野選手にとって大きな成果であり、彼女のキャリアにおいて新たな章の始まりを告げるものでした。平野選手のパリオリンピック代表内定の瞬間は、彼女自身にとってもファンにとっても特別な意味を持っています。彼女は、自分の試合が終わってから少し経って決まったので、まだ実感が湧いていないが、まずはすごく嬉しいと喜びを表現しました。この言葉からは、長年の努力が実を結んだ瞬間の喜びと、これからの大きな舞台への期待がうかがえます。平野選手はこの2年間で、卓球も人間も大人になれたと述べ、精神面での成長を強調しました。そして、パリオリンピックでの目標として、シングルスに出場するからには必ずメダルを取りたい、団体では金メダルを取りたい、中国にオリンピックの舞台で勝ちたいと力強く宣言しました。伊藤美誠選手との激しい競争を勝ち抜き、代表内定を確実にしたことは、彼女の技術だけでなく精神的な強さと成長をも証明するものでした。平野選手はこれまでの成功を足がかりとして、パリオリンピックでのさらなる飛躍を目指しています。パリオリンピックでの代表として、彼女がどのような成果を残すのか、その活躍には多くの期待が寄せられています。2024年の世界卓球選手権団体戦で、日本は再び中国との激戦の末、銀メダルを獲得しました。今回、日本は1971年名古屋大会以来、53年ぶりの金メダル獲得とはなりませんでしたが、5大会連続の銀メダルという結果に終わりました。日本代表は、早田ひな選手、平野美宇選手、張本美和選手の3人で挑み、世界ランキング1位から3位までを占める強敵、中国に惜敗しました。決勝戦では、張本美和選手が東京オリンピック金メダリストで、世界ランク3位の陳夢選手に先取点を獲得するも、その後逆転負けを喫しました。15歳の張本選手は、先輩たちが5番目まで戦いを持ち込んでくれたが、最後は敗れてしまった、現在は悔しい気持ちでいっぱいですと振り返りました。序盤、張本美和選手が世界ランク1位の孫穎莎選手に敗れるも、早田ひな選手が続く試合で挽回し、これまで7戦全敗だった陳夢選手に逆転勝利を収めました。平野美宇選手も世界ランク2位の王ゲイ迪選手に攻勢を見せ、ストレート勝ちを飾りました。卓球人生で大切な経験だと思い、全力で楽しもうと思っていたと語る早田選手。陳夢選手からの勝利は、彼女にとっても長年の願いが叶った瞬間でした。しかし、その後の孫穎莎選手との試合で敗れはしたものの、ここまで戦えたのは私たちの成長の証と
早田選手は前向きに捉えています。平野選手も今まで負けても仕方ないと思っていたけれど、こんなに悔しい負けは初めてと述べ、今回の経験から得た教訓を語りました。伊藤美誠選手、木原美優選手らもベンチからサポートを送り、チーム一丸となって戦った日本、53年ぶりの金メダルには手が届かなかったものの、オリンピックでのリベンジを果たすために頑張りたいと、平野選手は次なる目標に向けての決意を新たにしています。パリオリンピック開幕まで約5ヶ月を残し、日本卓球代表はこの悔しさを糧にさらなる高みを目指します。今回の金メダルへの挑戦は平野美宇選手個人だけでなく、日本卓球チーム全体にとっても大きな学びの場となったことでしょう。銀メダルは確かに素晴らしい成果ですが、チームとしては最終的な目標である金メダルには届かなかったことで、さらなる改善と成長が必要であることを認識したと思います。この経験はパリオリンピックをはじめとする今後の国際大会での成功に向けて、チーム全体がさらに団結し、技術的、戦術的な面で成長するための重要なきっかけとなるでしょう。この悔しい経験をバネに、より高い目標に向かって努力を重ねていくことで、次なる大舞台での成功が期待されます。平野選手のこんなに悔しい負けは初めてという言葉は、彼女が次への一歩を踏み出すための強い動機となり、日本卓球チーム全体の成長と発展に大きく貢献することでしょう。日本卓球界は平野美宇選手のような若手選手の活躍によって新たな時代を迎えています。これまでの成果と挑戦を踏まえ、未来に向けた展望は非常に明るいでしょう。平野選手をはじめ、早田ひな選手、伊藤美誠選手、張本美和選手、木原美優選手といったトップクラスの選手たちが国際舞台でのさらなる活躍を目指しています。これらの選手たちは技術的な高さはもちろん、メンタルの強さやチームワークの大切さを理解し、それを武器にしています。彼女らはすでに世界トップレベルの実力を有していますが、それを維持しさらに向上させるためには、日々の厳しいトレーニングと国際大会での経験が不可欠です。またこれらの選手たちの活躍は後進の選手たちにとっても大きな刺激となり、日本卓球界全体のレベルアップに寄与しています。さらに日本卓球協会や各チームのサポート体制の充実も、選手たちが世界トップレベルで競い続けるためには欠かせません。適切なトレーニング環境、精神的なサポート、戦略的な試合運びなど、選手一人一人のニーズに応じたサポートが今後の成果に大きく影響します。国内外での競技人口の増加も日本卓球界の未来を明るくしています。若手選手たちの活躍がメディアで取り上げられることで、卓球への関心が高まり、より多くの子どもたちが卓球を始めるきっかけになっています。これは長期的に見て日本卓球界の競争力をさらに高めることに寄与するでしょう。最後に、国際大会での経験は選手たちにとって貴重な学びの機会です。平野選手のように悔しい思いをした選手もいますが、その経験が今後の成長につながります。パリオリンピックをはじめとする今後の大会で、日本卓球界は新たな歴史を刻むチャンスを迎えています。選手たちの挑戦は日本だけでなく、世界中の卓球ファンにとっても大きな楽しみの一つです。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。この動画が面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。